クリスタルパレスに所属する日本代表 MF 蒲田大地に番組が密着取材。新天地での家選びは大変だったか、との質問にめっちゃ高いっすよと大都市の家賃事情を激白、驚きのロンドンプライスについて語った。スタッフが家選びについて大変だったかと質問を投げかけると家選びは大変ではないけど、めっちゃ高いです。びっくりしますよと家賃の高さを告白。ドイツのフランクフルトからイタリアの自宅の家賃が倍に上がったといい、さらにロンドンはイタリア時代から3倍近くに跳ね上がったという。1000万くらいするんだろうな家賃。おそらく週5000ポンドぐらいなんやろな。社宅みたいなとこに住んで節制した方がええよ。ロンドン治安どうなの？ドイツってヨーロッパ最大の経済大国なのに安いの？クリスタルパレスって地名じゃなかったんか？リバプールとかマンチェスターとかイギリスのチームは全部地名だからクリスタルパレスもクリスタルパレスにあるのかと思ってたわ。蒲田はクリスタルパレスで一番給料高いらしいし余裕で払えるだろ。あとロンドンは治安悪いから普通に強盗は空き巣に合うよ。クラブと提携してるマンションとかないのか？ラツィオ所属のくせにローマ在住はネタなのかマジに言ってるのか。わかりやすく言うとラツィオ兼ローマ市みたいなもんだからおかしくないぞ。